はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回は明日ね、第3土曜日です。まあいつもながらちょっと早いんですけども、いろいろと買ってきたんで、では早速どんな感じなのか軽くね見ていきたいと思います。はい、まずはやっぱこれですね。はい、今月の新作トミカ、こちら3台です。今月は16番のランボルギーニウルスが初回特別仕様がラインナップに加わってますね。通常版と比べると多分おそらくなんですが、こんな感じで色のね違いだけだとは思います。通常版がね黄色で初回がブラック。まあ、実際のところね開けてみてどんな違いがあるのかね、細かく見てみないとわかりませんが、まあそのあたりもねぜひねちょっと楽しみにしていてください。あ、ちなみにね、まあ僕これフラゲしてるんであれなんですけど、なんかツイッター見てたらドンキホーテとかで普通に売ってたっていうねツイート見ました。なので、まあ、僕ちょっとよく質問されるんですけども、前もって手に入れるにはちょっとドンキホーテとか行ってみると面白いかもしれませんね。ひょっとするとあるかもしれません。まあ、あとちょっと小さなねスーパーのおもちゃ売り場とかそういうとこ行くとね意外と売ってたりするんで、まあ、気になる方はぜひそのあたりもね探索してみてください。意外と僕が言うのもあれですけど売ってます。はい、でもう一つが、はい、89番のイスズギガトレーラーハウス。これ僕ねウルスよりちょっと気になっているところがありまして、まあ面白い車が登場しましたよね。なんか今年もやっぱトミカね攻めてくるかなみたいな、そんな感じです。いいですよね、後ろに家乗ってますからねこのトラックね、すげーなーと思います。でこれねギミックもね家脱着ってあるんでこれ外せるんですよね。まあ本当楽しみですね。すぐに動画作るんで少々お待ちください。で一応お知らせしておかなきゃいけないのが、はい、今回ね新作登場によってラインナップから外れてしまうこちらの2車種ですね。16番がイスズガーラの JR バス東北で、もう一つが89番スズキキャリーですね。まあ、これ新しくね買ってきたものではないんですけども、まあ、トミカもね今月買いに行かれて、この2つね持っていないという人はこのパッケージよく覚えておいてね、なくなってしまう前にお早めにね購入しておいてください。まあ、特に、まあ、どっちも貴重になると思うんですけど、この JR バスとかねなかなかいいトミカなんで、ぜひ本当にお早めに、はやぶさカラーです。はい、めちゃめちゃかっこいい。で今回ね僕またまた悪い癖でございます。はい、ついで買いというか買っちゃったんですよね。でこれ今までにちょっと行ったことない店で、大阪のね大阪の日本橋にある、まあ、鉄道のねお店なんですけども、鉄道模型の店そうなんですが、ちょっとトミカもちょこちょこ売ってたんで、それをまあなんとなくはい買ってきました。そんなに高くないやつね。でこれはねちょっと親切にこう車体がねちゃんと確認できるようになってるんですよ。一応箱付きです。はい、まず一つ目がナンバー34番、これ2011年に発売されたモデルで、小松ホイール式の油圧ショベル PW200 ですね。でとりあえず袋からはね出せなかったんですけども、状態の方は良さそうだとは思います。で値段も古いやつですがそこまで高くない、648円ですね税込み。まあ、なのでとりあえず購入しましたね。まあまあこの辺はねまた後日ちょっとねゆっくりと観察してみたいと思います。っていうのがどんどん出てきます。はい、続いて、はい、こちらがキャラトミカのハローキティ路線バスで、はい、ブリスターパックなんですけども、こんな感じになっておりまして、めちゃくちゃ可愛いですね。でもちろんこれ開けられてないんで新品未開封ですね。値段の方は864円で、あれですね、僕今回ちょっとアマゾンチェック全然しないで買ったんで、ちょっと今ちょっとしていきましょう。まずこちらキティちゃん、お、条件に合う商品見つけることができませんでした。ないのかなこれ。はい、キャラトミカキティで入れたらこれ一番上に来ましたね。多分これです。はい、間違いないですね。こちらなんですけども、値段は1100円プラス配送料800円でアマゾンで売ってるんで、まあ単純にアマゾンと比較するだけではちょっと分かりにくいと思うんですけども、一応お得感はありますね。ちなみにこっちはいくらでしょうね。ちゃんと調べてから買えばいいのにね、僕もね勢いで買っちゃうんで。はい、これは1000円プラス500円なんで、まあまあ Amazon で見るとお得感はあったかなと、そんな感じです。で続いてが、はい、こちらいいですね、2012年に発売された106番の小松トーバーレストラクター WZ4000 か。はい、これね先日トミカのエアポースト Z にねちょっと付属していたような車両になっておりまして、これも思わず買っちゃいました。ちなみに多分かなり綺麗だと思うんですけど、値段は324円なんでお買い得感はあったかなと思います。
で、値段もね、ちょっとチェックしていきましょう。はい、出てきましたね。値段はちょっと高めですね。値段940円なんで、まあこれもね、本当定価？それより安いんで、まあ一応中古なんですけども、多分ほぼほぼ新品に近いんではないかと思って、これもなかなかお得感はありますよね。ラッキーラッキー。で、続いて、あと5台ぐらいあるんで、ちょっと優しく見守ってください。はい、こちら、スズキワゴン R じゃなくて、MR ワゴンでした。間違えた。間違えてばっかりや、さっきから。2012年発売の105番の分で、値段は324円ですね。車体は、まあ、これも外から見る限りはかなり綺麗な状態で、Amazon のチェックの方で、さあ、これもいくらで売られているんでしょうか。はい、そこそこ高いですね。1080円です。おー、なんかもうこの価格差が買ってよかったなーっていうね、感じにさせますね、ほんとね。またこれもね、ちょっとゆっくり見ましょう。なんかね、定価より安いですもんね、320円だからね。いいね、いいね。で、次に、さあ、こちら行きますか。はい。これいいっすよ、これ。めっちゃかっこいい。2012年発売の31番、UD トラックスコンドル。かっこいいですね。これもね、そこまで高くないと思いますよ。486円です。で、状態もかなり多分いいと思いますね。あ、ちゃんとチラシとかも入ってます、当時のね。で、値段。こちらは、これ結構ね、人気ありそうなんで高いと思うんですよね。はい、こんな感じで Amazon 価格は1080円なんで、これもまあ倍ぐらい違うと。まあそんな感じで、一応500円得したかなと。得したっていうね、あれじゃないですけど、まあまあ安く買えたかなとは思いますね。いやー、もうほんと最高。で、続きまして、はい、こちら、はとバス。ね、今でも売ってるんじゃないのって言われそうなんですけども、これが2016年の42番の初回特別仕様のはとバスです。で、お値段は540円。僕ね、この時、はとバス初回特別、買えなかったんですよ。で、前々から結構欲しくて、人気がある車両で、まあ値段もね、割と1000円超えとかもしてる店が多くて、で、たまたま入ったお店で540円で売ってたんで、あ、これは買いだと思って購入しました。状態ももう本当に、絶対いいと思います。はとバスはね、多分ね、Amazon でもかなり高かったと思いますね。ほら、そこそこ高いでしょ。1580円ですよ、初回特別賞。まあ、なので、本当に、1000円引き感覚では1000円引きね。ポジティブに考えると。いやー、ラッキーですよ。もうただただラッキーですね。よかったよかった。で、あと一つが、これがね、トミカリミテッドヴィンテージなんですけど、もうたまんないです。これはちょっと、おう！やっちゃった！大丈夫か大丈夫でしょうね。一目惚れですね。完全に一目惚れ。車両がね、日産ジュニアポンプ消防車の玉川消防署。すごい。どこかわかんないですよ。どこかわかんないですけど、とりあえず車両を見ても、これは素敵やんと思ってね、買っちゃいました。値段そこそこしましたね。1944円です。まあ、これもちょっと値段調べてないんで、先調べちゃいましょう。現役とか廃盤とかそんなことすら分かってないんですけど、いくらですかね。あ、これに関しては、価格は安かった。1500円ですね。で、配送料が、まあ、600円かかってくるんで、Amazon で買ったら2100円か。まあ、なので、まあ、これ本当にただの衝動買いなんですけど、お得感はなかったのかな。まあでも状態は良さそうなんで、まあ本当にね、買い物としては悪くないですね。てかまあこれ1個ぐらい値段ちょっとね、まあほとんど変わらなくても、それ以外でかなりちょっとお得感があったんで、まあ今回はいい買い物できたかなと。はい、そんな感じでございます。まあまたこちらね、ちょっと細かくね、中の状態とかすごく気になるんで、別の動画でね、ちょっと他にもいろいろ中古のトミカとか今まで買ってるんでね、一緒にねお届けできたらなと思います。で、あとはアダムスキーも触れておきましょう。これ1個前の動画でちょっと軽くやったんですけども、はい、まずこちら、まあざっといきますね。これプラレールの韓国で売られているドラえもんの電車ですね。うん。で、未開封品でね、3280円。お得お得。多分お得です。売ってないでしょ、多分。これね、バーコード読めないからちょっとわかんないんですけどね。もう全部韓国語なんですよね。はい、こんな感じで。すごいよね。うん。これのね、ちょっとなんか大きなセットとかね、昔、オークションで買ったんですけど、まだそれも紹介してないんで、なんか一緒にできたらなと思います。で、あとは、トミカギフトを2つほど。はい、これ安くて、可愛くて、
思わず買っちゃった次第でございますチキンリトルのラッピングバスセット、めっちゃ可愛いですよ。はい、黄色に緑色に赤色かな、ピンクっぽいやつかな。この3台セットになっているバスが1080円ですね。これはかなりお買い得感あったんじゃないかなと。まあ、箱は若干ちょっとこうなんかね、湿気とかを含んだのかな、へこんでる感じはするんですけど、まあ、中のバスはとてもね綺麗だと思います。まあ、これも一応チェックしておきましょう。おお、3500円、なかなかのお値段ついてますね。まあ、Amazon ですけどねAmazon ですけど、まあなかなかね高いお金を出さないとね買えないものなんで、これはもうほんと可愛いし安いし、なんかいいとこ取りの買い物でございました。ラッキーでございます。はい、でもう一つがこれもね可愛いトミカキットで、はい、なんか洒落た名前ですよね、水田マーチセットはい、もうこんな感じの名前そのままです。水玉模様が入っているマーチの4大セットですね。すげえかわいい。色の名前がチャイナブルー、そしてそのお隣がサクラで、下に行きましてフランボワーズレッド、これ赤色なんですか、へえ。でそのお隣がルミナスレッド、いいね、とてもシャレオツな4台でございます。水田マーチセット、こんなのあったんですね。ちなみに値段はね1780円。これいつ発売されたんですかね、でもそんなに古くなさそうな気もするんですけど、ちょっと値段も、見ていきましょうか。これは番号でしか無理ですね。はい、Amazon での価格はなんかいろいろありまして、一番安いので2580円中古品ですね。でその下が3950円で、まあ結構高いお値段ついてる水田マーチセットでございます。まあこれも本当にお得に買い物ができたかなと、そんな感じでございます。さすがアダムスキーやるね。まあといった感じの今回は動画でございましたすごくまあ荒々しい感じでしたけども、まあ本来はねこちらですよ、今月発売のねトミカをね買いに行ったんですが、まあついでにね、まあ、僕のことですちょっとね、いろんなものをね買っちゃった次第でございます。まあ動画の方はね新作のねトミカからね順番にね紹介していきますんで、ぜひね楽しみに待っていてください。あとねちょっと今回空港のセットあるじゃないですか、それも発売されるんですが、なんか僕よくこのねトミカをね譲ってもらっているお店あるんですけど、そこねなんか入荷がなかったようでなかったんで買えなかったんですよね。なので明日朝一にちょっと近くの調子にでも行ってみようかなと思ってます。あれもねすごくね気になるんで、ね、でまたねそれもすぐにね紹介の動画を作るんで楽しみに待っていてください。ということでね、はい、今回はこんな感じでしたが、この辺りにしておきましょう。おもチャンネルのタレでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あとツイッターやインスタもやってますのでそちらのフォローもねぜひよろしくお願いいたします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。あとねちょっとこの辺にですね、うちの子供が描いた僕の似顔絵ちょっと怖いの出てると思うんですけど、これ最近ちょっと別のチャンネルでもう黙々と僕が持っているトミカを記録としてねこう1台ずつね地味に紹介しているチャンネルを作ったんですよ。本当に地味なんですが、まあ、海外の方にもね伝わればいいかなと思ってちょっとやらせてもらってます。まあ、なのでまあぼちぼちとやるんですが、ぜひね皆さんもねチャンネル登録とかね評価とかコメントとかねいただけたら嬉しいです。まあ正直言葉発して喋らないんでつまらないといえばつまらないんですけども、まあ余計なね僕のツッコミとかトークないんでストレートに見れるね動画となってるんで、ぜひよろしければねご覧になってください。あ、ちなみに昔のアンパンマンショーとかもあったりするんでそこはまあ気にしないでください、まあ、ということでちょっと話はそれましたが、今回はこの辺りにしておきましょう。ではまた他の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら、バイバイ。